全国宅検事件室の皆さんこんにちは、えー、レック専任講師の水野と申します、えー、今日ですね、えー、直前道場シリーズのですね、えー、宣伝ということで、はい、こちらですね まあいつも例年、毎年もうこのね何十何年やってるんですけれどもこの品質重要論点演習59で民法ロジック10か条、解というですねこの2つまあ私、水野がですね毎年やっておりますでどういう内容なのかというのがねいまいちこのタイトルからは分かりづらいと思うんでそのお話でございますでまず、あの品質重要論点演習59というのはこれ重要なポイントでこの重要論点の59は業法制限に限ります。 でこの宅建業法法令上制限は、まあ、例えば宅建業法はもう満点狙っていかなきゃいけないんですよねで満点狙うっていっても満点ってなかなか取れないわけですであのこれもうね誰でもできる問題要は受験生であれば、うん、ちょっとこう過去問にちゃんとかじってやってればすぐできるような問題はここの講義では扱いませんで逆に、まあ、宅建業だとあまりないですがね超難問こんな無理だよっていう。 まあ例えばですね正答率が 20%30% というですね要は50%切るようなんですね、うん、そんんな問題はねやっぱ扱いません要はここで扱うのは出場論点演習59合を分けける問題だけですでこの合否を分ける問題というのが合格者は取る不合格者は落としてしまうというね要はこの合格者の正,正答率のパーセンテージがまあ大体8割とか超えるんですよ。 ところが不合格になってしまう人がやっぱり5割を切ってしまうようなそういう問題をね集めたのがこのっもちろんねもうあの絶対取らなきゃいけないとかねいう問題ももちろんあるんですがこの合否を分かれる問題をこうついてついてついてあとは 覚えてポンのようなえそういうものは皆さんが自分でやっていただくとよ要はねどうしてもねこう心理的にも引っかかってしまう問題をやります。であと法律上の制限も同じです。法律上の制限もねやはり難しいとは思いますけれども最近はねこの業法はもう当たり前で法律上の制限で勝負が決まるというのがだいたいセオリーです。 権権利はと権利はってあんまり、ね、あの関係ないんですよあの一生懸命頑張ってもこの、まあ、民法が、ね、得意な方とか長年やってる方って13点とか12点とか年、ね、満点近く、ね、行ったりはするんですけどもやっぱり卓球試験を短期でそして法律初学者の方がもう実力でね運もなくねこれ1213ってちょっと無理なんですよね、うん。じゃあどれぐらい取ればいいのっていうんですが、うん、これ23点とかだと、ね、挽回が他の分野でちょっときついですよね。 7半分14の7権利関係半分これね最低ラインを置いたいんですよ。で7点もちろんねあのもっと取りたいですよほんとは10点ぐらい取りたいですよだけどなるべく早くなるべくえ少ない量力で半分という最低ラインを確保するっていうのはこれね意外と楽なんですよ。 お要するに民法ってものすごくね条文が1,000条以上あって多く広くてで判例という裁判官がね出した結論というのもこれ答えになってるわけですよねこんなんね覚えてたらね暗記でやってたらねできませんって時間もなくて要は私はねもう持論なんですよあの勉強ってね暗記じゃないっていうこれねおかしなこと言うねと、うんあのー、やっぱりね勉強っていろいろ人によってやり方なんですが、まあ、覚えるのが得意な人は覚えて覚えて覚えてとにかく覚えるというね、うん、でもねその勉強ってね実は頭い人なんですよ。 おでじゃあ俺頭は頭水の頭悪いのと「いやいやどんなことないつもりではいるけどもでも確かにびっく嫌いです、うん、覚えるの苦手です」ただね理由を持ってね分かると理解するとね覚えちゃうんですよいやでもおだからねなんか好きなこととかね理解したことって覚えてんだけどただの丸アンケートとか苦手だから、まあ、だからじゃあテストができるかってそんなにできないです。 うん、だからやっぱりもう本当に頑張らないとね人並み以上に頑張らないとできないんですがこれねなるべく労力を減らすにはやっぱりね考え方なんですよそこで民法ってロジック10条で解となってるのは、まあ、今年ね民法改正記念ってなってますが嬉しいことじゃないんですけども、うん、だけど改正記念でうん今回ロジック10条プリントした民法を身近に感じられる一品となんか先になんかあのおまけ宣伝するのもなんですけどねこの水野のね合格手拭いプレゼントと。 おまあ、どんなものできるかちょっとあのこれあのまだ私も見てないから分かりませんけどね、まあ、何がいけいのかと,いうかと,いうとこれ道場民法暗記したけどもある程度得点できるようにするという、うん、これロジック十0か条って民法ってね考え方があるんですよ考え方が。で例えばですよもう本当に基本的なね悪いやつって保護されないんです悪いやつ保護しな、ね、いません、うん、でもね民法の問題って日本語をちゃんと読んで事例を読み取って当たり前にふうに考えればこれね 当たるんですよ。どっちがマシかなお、当たったこっちの方がいいかな当たった半分いきますって、これ。えー、これね、あの、問題のね、アプローチが違うんですよ。行方って疑いの目でやるんですよね。なんか引っ掛けてんとこねえかなんか引っ掛けてんのか、あ、やったーみたいね。だけど民法って、ちゃんと問題をその通り読んで、事例を見て、当てはめて、皆さんが裁判官になったつもりで、こっちの方がかわいそうだろう、こっちの方がマシだろう、こっちの方がいいだろう、当たるんですよ。 半分ぐらい,いきますってこれ、えー、でちなみに区分所有法とかですよあとは不動産登記法そして借地借家法これは民法じゃないですからね。で実際権利関係ってこの借地借家法ってあの2問絶対出てるんですよ。で覚えることは少ないです,少ないです、うん。ただ問題文が長かったりとか言い回しが複雑だから苦手意識持つった方が多いんですけどこれねひよいいと思うかいいとこゃんですよ。 ええ、あとだと区分所有とか不動産特許法ってあんまり深入れはねできないんですよ、うん、だって区分所有なんてマンション管理者管理業務所見社ってプロがいるんですよその資格試験全部網羅なんてやってられませんもんねあとは不動産特許法なんて司法書士と土地買屋調調士って2つとも難関資格ですよこれの一問のためにやってられませんね隅々はね、うん、要はねある程度妥協してやんなきゃいけないんですよそうするともう過去問に全部答えがいちゃってクイズ的にやっちゃうとかねもう力はずいやっちゃうとかね、うん、そういうのもね私はありです あのやっぱりね覚えるというか勉強ってあのただの「丸って覚えるただとにかく覚えるというのは本当にやめた方がいいんですけどねまあ区分所とか不動産と共ってもうそれでもいいかなです直前ビューてやって,ってどっちか一問取ってシャクシャクも一問取ってそれ以外のところで「どうですか?」あと4つ4つ5ついきますってハートで、うん、だからハートで解けるようにするというのがこの民法ロジック10か条です。 考え方を持つでどうそれを敵を当てはめて問題を解くかというのがこの民法ロジックとというところです民法直前期ねその、うんまあ、民法の苦手意識を持っている方も今まで全然やってなかった方もそのロジックのこのを聞いていただいて「おそういうふうに考えりいいんだ分かんねえなったからそう,そうしよう」とで実際試験とか問題を解くときに「あれロジックになんかあったな悪いやつは保護しないとかあったな」と早いもん勝ちがう、まあ、民法って多いなとか言ってたなっていうねその感覚で解いて いただくと当たるようになるという人によってこれねロジック銃これねあの自分というのもなんですけどねすげえいいと思うんですよで何がいいかと言ったら素直にねこの銃を聞いていただいてね素直に適応すると本当できるんですよねうんでもねこれ合わない人もいるんですこの銃の法則って何だと言うと銃の法則聞いていただいて講義で聞いていただいておーってその時はおーってなんだけど実際試験場行くと いや待てよでもこんな簡単なわけねみたいな民法こんな簡単なのが正解なわけねえって言ったらこんな簡単なのが正解だったのかみたいな問題ってあるんですよね、うん、だからねこの素直に読んで素直に考え素直にアウトプットこれが民法の解き方なんです、えー、宅建業法特に特まあ、特に宅建業法は何か何か引っ掛けたようなものないかというそういうところの引っ掛けのポイントをこれ59これ潰していこうっていうね そういうものなんです。だから直前期にね、すごくもってこいの講座なんで、これ、まあ、あの後ろの方には出てますけどね、えー、生クラスの方は、えー、こちら、9、えー、11、あと13日、で、これ、あの、下の方にね、あの通学とか、あとセット、えー、とかね、まあ、いろいろありますので、ね、私も値段とかそこら辺の、うん、話はよくわからないね。で、まあこれ見てやってください。で問い合わせてください。えー、ぜひね、えー、これ直前の皆さんのね、最後の追い込みのね、力をね、えー、貯めるためにも、ね、力に、原動力に、エンジン補給していただくためにも、 ねえぜひこちらの方見ていただきたいと思います。でもちろんあの民法改正は完全対応しておりますのでご安心ください。以上でございます。じゃあ皆さん絶対合格して今年合格しましょう。